ミミです。はい、というわけで今回はね、もうね、新学期ということで新しい学年になるわけなんですよね。はい、ということで今回はね、新学期に向けての準備をしていきたいと思います。イエーイ、はい、ということでリミさん、はい、どうしたんですか？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 リミさん、ちょっと ね、お目目が赤いんですけどね。さっきまでね、姉妹喧嘩しててね泣いてるんですよだけど気にしないでくださいってこと。泣かない泣かない、大丈夫だってほら、カメラのさ、絶対リミちゃんの目怖かったらさ、うん、あれじゃん、疑うから。思い出しちゃったか、ごめんごめんごめん、うん、じゃあリミちゃん泣かないよ。学校が嫌な子みたいだよ学校行きたくないって泣いてる子みたいだからやめて思い出さないの。ほら、しほちゃんと仲直りしたでしょ。イエイ思い出さないの ね。なんとですね、またね、延期になるかななんてちょこっと思ったりしてたんですけど、すね、6日からね、ちょっと早いかもしれないですけど、はい、6日からなんとね、新学期新学期がね、始まります。そうなんですよ。はい、で、まあ、新学期準備というか、もう本当直前の準備だね。ですよね、もう4日なんで、はい、なんか足りないものとかあったら今日さっと買いに行かなきゃなと思ってて、ね、あの土日はね、外出は禁止、禁止っていうか、まあ、自粛だから行けないの で、ということでバタバタと今日昼間ね、用意ちょっとして、で今ちょっと確認のためね、はい、カメラと一緒にチェックしていきたいと思います。はい、これでね、一石二鳥なんで。そうです、もうこれで週末というか土日もゆっくり過ごせていいんでね。そうですね、ですね。ということで早速やっていきたいと思います。はい、でもみんなまだね、始まってないと思うんだよね。多分ね、うん、多分6日って早いよね。6日早い、早いと思います。うん、でも私はすごい嬉しいなんで。そうだね、しほりみはやっぱ学校行けて嬉しいけど、やっぱ親的立場からするとなんか休校してた頃より状況が悪化してるとしか思えないのにね、いきなり悪化してる状態で再開って言われるのは、言われると、いざね、言われると、うん、なんかちょっと大丈夫なのって思っちゃうけどね。思っちゃいました思っちゃいました思っちゃいましたなんでそんな軽いの思っちゃうでしょ、やっぱ親としてはさ、ね、子供がそうやって学校でずっとこう、何、今までだって密な空間って避けてきたわけじゃん。そうですね、家でさ、うん、過ごして、どっか行っても、すぐさーっと帰ったりとか、で、お友達とどっかで遊ぶのも我慢してきたでしょ、この春休み。我慢してきました。本当はイオンとかね、そういう遊び場とかで思いっきり遊びたい。遊びたかった、ね、遊びたかった。それを我慢して、春休みを乗り越えて新学期なわけじゃん。はい、そうですね。で、でも新学期ってさ、一番学校密集してるでしょ、まあ、密集してるって。ねえ。すごい人数だし、40人ぐらいいるわけだし、そうですね、席を40人がバーって話すわけにもいかないだろうし、でもそんな学校もつまんないしね、人と話さなきゃ、こう、何、席を、距離を空けるとかさ、難しいよね。だからね、だってわからないときはさ、うん、人に聞けないわけじゃんそんな、そこなんだそこだよ、そこなの、心配は。そこだよ、おかしいんじゃない大地はさ、お友達と喋れ、あんまりこう、何、密に喋れなくて寂しいとか言うならわかるけど、人に聞けないんだけどっていつも聞いてるみたいじゃん。だから聞いてるかもね。聞いてるんでしょ、いつも。いつも一人、人頼みなんじゃないの、はい、そうかも。そうはい、まあね、いろいろとありますけど、とりあえずしほりみの学校はもう6日に始まるっていう学校からもメールが来て、最高じゃん、発生したのでこの動画を撮りました。はい、で、同じ県に住んでるお友達で違う場所に住んでる子はまだね、来週からとか、いろいろやっぱね、うん、今回は同じ県に住んでても、地方、地区によって、地区っていうかね、うんうん、に市によっていろいろね、様々らしいので、そうね、はい、なので今回は結構早い方、はい、まあ、多分周りにその
感染した人がいないとかそういういい感じの状況だからこそ6日に始まるって信じてるんですけど信じてるんですけどね。はい、まあいいや、とりあえずじゃあはい、やっちゃいましょうか。やっちゃいましょう、はい、兄ちゃん頑張ろう。2年生あ今度3年生だ、もう3年生でした。3年生頑張ろう、泣いてないで頑張ろう。私やばくない、私5年だよ、やばくない、ね、5年生だよ、早くない、もう5年、私でもあなたもう6年生ぐらいに見えるけどねねえ、なんか中学生みたいな格好するけどね、はい、兄ちゃんまずあのしおりを用意してください、春休みのしおり。ママしおりどこや、ここにあるじゃんはい、じゃあね、春休みのしおりに、持ってくもの、はい、新学期に持ってくものが書いてあるので、はい、確認していきましょう。これりみちゃんの見てるけど、しおちゃんも一緒かな、5年生も一緒だと思いますよ。一緒言ってて、持ってくもの、うん、連絡帳、はいはいはい、連絡袋、うん、はいはいはい、筆箱、うん、はいはいはい、下敷き、はいはいはい、上履き、はいはいはい、防災付き、はいはいはい、赤白帽子、はいはい、雑巾2枚、雑巾2枚、はい、1枚は名前を書く、オッケーオッケー、洗濯バサミ2個、はい、外靴を入れる袋、はい、全て名前を書きましょう、はいランドセルに教科書を入れて帰ります。だからランドセルで行かないといけませんね。こんな感じですね、持っていくものは。どう？私、安全帽子って書いてあります。あー、なるほど、赤白帽子と安全帽子、はい。あ、安全帽子は黄色い帽子のことかな。そうだよ。あー、でさ、それゴムとか伸びたりしてませんかって書いてあるんですけ ど、 ど、私調整とかして大丈夫なんだけど、うん、意味大丈夫、意味も大丈夫、ね、はい、OK です。そうね、あと名札はでも組がクラス外で組が分かってからの方がいいよね。そうですね、名札と、もうね、上履き、名前2箇所、うん、大きさ変わってませんかってことだね。上履きの大きさと名前、意味すごい細かく書いてあるね。うん、で、赤白帽子は顎ひもの長さが大丈夫かどうか、すごい細かく書いてある、ね、で、書いてあった、安全帽子、交渉と顎ひも防災頭巾、カバーのゴムが伸び伸びになってないかってことだね、うん、すごいね、すごい細かいね、うん、学習用具の整理をし、壊れたものや足りないものは直したり補充したりして、すぐ使えるようにしておきましょう。絵の具、クレヨン、色鉛筆、のり、ハサミ、お道具箱、算数セット、縄跳び、鍵盤ハーモニカ、縄跳びなかったっすだね、縄跳び用意してない。でもまだいきなり始業式に縄跳び使わないんだね縄跳びはじゃあ月曜日にちょっと調達しに行こう。私、あ、そっか、うん、何でもない、大丈夫、私生跳び変えるね。あ、うん、私黄色になっちゃう。そうだ、そう、うちの学校ね、すごい縄跳びに力を入れてて、5年生から学校指定の縄跳びがあるんだよね。そうそう、黄色いね、そうそうそう、学校指定の縄跳びを使って、そうそう、縄跳びパフォーマンスするっていう、運動会とかも、うん、5、6年生共同で縄跳びパフォーマンスをするっていう、毎回毎年同じなんですよ。あ、ちょっとアレンジがあるんだけど、うんうん、曲とか全く同じで、うんうん、伝統なんですね。はいはい、りみちゃんにはまだ先の話だけどね、私できるんだよ、サビちゃん、うん、はい、じゃあほら用意しよっか。そうですね、で、今回買ってきたのは上履き、はい、上履き、洗濯バサミ、りみちゃんのために、はい、上履きあるでしょ。そう、それそれそれ、それは私の耳のもない、耳のも同じだよ。そう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 、それあった。で、あと防災頭巾がカバーだね、カバーだね、ちゃんとさ、はい、とりあえずね、新たに買ってきたものはこんな感じですね。そうですね、あとはもう雑巾とかも家にあったし、あったね、あ、ね、大丈夫そうだったもんね、生きよう、お道具箱はこの前整理したし、うん、あ、そうそうそう、お道具箱の中身とかは、あ、もう動画上がってるよね、上がってる上がってる、もうあの見てくれればわかると思うんです。りみちゃんのも綺麗になりました、なりましたよ ね、 ね、うんうんということで、じゃあとりあえず、はい、やっていきましょう。はい、じゃあ連絡帳、連絡袋、りみちゃん入れた、もう入ってる、うん、
あと、筆箱下敷き入ってる？入ってる。うん、あとね、うん、自由帳も入ってる。はい。じゃあ、あと健康観察表っていうのを。健康観察表、体温計、体温測る。入ってる。入ってる。さっき、ちょっとママ出しちゃった。これね。映るかな？音が。はい、これね。あ、この健康観察表って言って、これをね、毎日こうつけなきゃいけないんですよ、春休みにね。うん、そうですね。はい、で、これを、入れなきゃいけないんだけど、まだちょっと土日分も残ってるので、これはじゃあつけてから入れましょう。あ、ちょっと開けていい？音うるさいけど。うん、いいよ。このね、袋、うん、これなんだっけ、インファーストで福袋だったんですよ。あ、うんうんうん、いい、めっちゃ使えるんですよ、うんうん、黒でシンプルで確かにめっちゃ可愛いなと思って、はい、入れました。お洋服入ってたの？そうだよ。リミちゃんが今使ってるマスクはこれね、あとこんな感じで、あとどれぐらい、あと何枚ぐらい、ああと20枚ぐらい、下にもある。じゃあ30枚ぐらいかな、まだ残ってんの。これね、本当にね、あの例のあの感染症で、うん、あのマスクがなくなるほんの直前に普通に買ったマスクなんだよね、リミ。たまたまリミとなんかうち大きいマスクしかなくて、うん、もうちょっと顔に合ったマスクが欲しいって言われて、たまたま買ったんだよね、これね。ただその後にもう本当にバーってなくなってね、うん、だから結構これは残ってる方なんじゃないかなと思うんですけど、それでもあと30枚だからまあ1ヶ月半ぐらいは持つかな。頑張れば。うん、ねえ、もうマスク買えないからね。で、しほちゃんはまだあのコストコで昔買ったあのマスクが快適空間っていう超どでかいパックを買ったやつがあって、あれがめっちゃいいんですよ。そう、あれをね買っといてよかったよね、本当。あの時あれ150枚入ってる箱だったんで、その半分が丸々残ってたんだよね、はい、だから75枚残ってて、まあ、ちょっと使ったから、まあ、70枚ぐらいはあったけど、まあ、ちょこちょこもう今外出してるする時とかに使ってるから50枚はあるかと思う。うん、ないか。40枚ぐらいかな。40枚ぐらいか。しほちゃんはね結構こまめにお買い物とか行くからね使ってんだよね。40枚ぐらいか。じゃあリミちゃんと同じぐらいかな。そうですね。はい、でもう一箱、はい、このなんかちょっと小さめっていう箱、50枚入りのマスクがあるから、下にそれを今後これなくなったら2人でちょっと分けて使ってもらって、うん、それで1ヶ月でしょ乗り切れるのか心配だね、ほんと。あとでもまああのね、TikTok でね、うん、このね、うん、マスク洗ってるの。そうね、最悪も洗って使うか、リミちゃんがこの前みたいに作って持っていくかだね。とりあえず無駄にしないようにしようね。しょうがない、大事に使いましょうマスク。はい、ということでね、無事準備終わりました。ということで、もういつでも学校に行けバスね。行けますね。行ける。よかった、はい。準備できました。イエイ。イエイ。ということでね、これでね、楽しく学校生活が再び送れるという、なんて素敵なことでしょう。なんて素敵なことでしょう。なんていう。それでは、バイバーイ。グッバイシー。クラス替えドキドキだ。やばいね、私何組になるかな。クラス替えドキドキ。何組になるかね。いるでしょ。そりゃみんななんとかちゃんとなりたいとかある。だからなりたい子に作ってもらったプラバンを持っていこうかなと思って。うん。
こちら。こちら。いきなりこちら。こちらはで、大好きなお友達からもらったんね。友達からもらったんですよ。その子と同じクラスになりたいから、これをお守りとして持ってくと。持ってきたかったなと思って。なるほど。いいんじゃないですか。ひっそりカバンに潜めていったら。うん、いいでしょう。うん、ランドセルにつけたいと。さて、一緒のクラスになれるんでしょうか。皆さん、お楽しみに結果を。なれないと思います。いいの？仲いいんで。ここにならないじゃん。仲いいにならないと思います。うちの学校基本ね、仲いいことは話すっていう学校なんだよね。っていうかもう先生もそうやって言ってる通り、仲いいことは話しましたって言うんですよ先生。うん、まあしょうがないね。いろんなことを仲良くなれるためにクラスも毎年クラス替えするし、仲いいことも話す。多分ね、音読カードに名前書いてるのは絶対話されるから。あー、日記みたいなんで、なんとかちゃんと遊んだとか。そうそう、あれはあれ、あー書くと絶対話されるの。うん、だから私も何も書くことないから書いちゃってるわけ。うんうん、多分話されると思います。あ、でも翔ちゃん決意してるんでしょ。仲いい子と離れても新しいクラスでお友達作って、うん、頑張って楽しく過ごすって。そうなんです。私の今回の目標は、外れなクラスだったとしてもこのクラスが一番良かったって覚えるぐらいに楽しむ。だから仲いい友達も一人は必ずいるでしょ。うん、まあ一人ぐらいいるでしょきっと。だからその人ともう盛り上げるしかないかなと思って。そうね。だから5年、うん、5年生でこのクラスが一番楽しかったって思えるようにしたい。うん、でもね、4年生の時もクラス替えしたんですけど、4年生の時も第一声が最悪って言って帰ってきたんですよ。3組が良かったって思ったんですよ。そう、最悪って言って帰ってきて、このクラス嫌だった、3組が良かったってなんと言ってたんだよね。でも今は、今は1組が一番最高だと思いますよ。ほら、そうなるんですよ。そうなるんですよ。結局はもうね、そうなるんです。1年でもうと、いや1年もかからなかったよね、うん、1組が一番いいっていう風になったのには、うん、で周りからも結構ね、翔ちゃんのクラスはいいねって言われるぐらいいいクラスで、本当はクラス替えとかしたくないぐらいなんだけどね。したくなかった。まあでもまあ毎年あるっていう学校の方針なのでしょうがないけど、うん、まあでもどの子となってもね、楽しく過ごせるといいですね。まあ、学校行けること、学校行けるっていうことだけでも翔ちゃんにとっては幸せなのかもしれないし。幸せですね。なのでちゃんと免疫つけて、免疫つけて、病気にならないようにしないと。病気にならないようにしないと。はい、長くなりましたがこの辺で。はい、じゃあその子と本当クラスが同じになったのかならないのかだけでも何かしらの方法で皆さんに報告したいと思います。はい、きっとみんな楽しみにしている。しょうちゃん、プラバンのスプラのスプラのプラバンのプラバンのお友達とはどうなったのっていう、一緒のクラスになれたのっていうね。電話、あ、電話来てる。おかしい、おかしい、パパだった。鮭弁とか入ってるよ。私今日鮭弁当頼んでるんです。はい、今日パパが仕事で車ね乗ってっちゃってね、買い物行けなかったんで、行けなくて、ご飯買いに行けなくて、パパが買ってきてくれるっていうのでね。はい、しほちゃん何鮭弁って電話かかってきました。鮭弁でいいって。鮭弁がいいんですよ私。でもリミはねお刺身がいいって言ってて、はい、意見がバラバラでね。まあこんな話はよくて。はい、もう閉めなくちゃ。はい、というわけで、はい、お守りつけててね、報告したいと思いますよ。はい、はい、それではお楽しみに。ということで6日から学校頑張ります。頑張ります。マジでクラス替えドキドキなんだけどね。頑張ろう。バイバーイ。バイバイ。